皆さん、こんにちは。今日はこのもみじのお部屋、なんじゃこれ、髪の毛に刺すやつ作っていこうと思っています。で、これはもみじは広島の県の花に指定されています。で、せっかく広島にねまつわるもの作るから、今日は広島弁で説明していこうと思っています。広島弁、ネットでね探すとめっちゃ可愛いとかバリ可愛いとかね出てくるんじゃけど、ちょっとね現実はそうでもないよってことを伝えていきたい。というわけで作っていく、ほいじゃあ作っていけ、見とってね。はい、じゃあまずこうやって一本線を引いて葉っぱの1枚目を書いていくよ。書いていき、いきますけ。いや、いきますけとか言わねえ。書いていきますけとか聞いたこともないわ。で、この今書いてる4枚目と5枚目の葉っぱを、ちょっと長めにね、消したけどね。長めにすると、ちょっとそれっぽく見える、見えるけ、まあそうやって書いてもらえればなと。この K っていうのはよく使うんですよね。 K って標準語で言うと何々だからにあたるやつ。仕事があるから遅くなるよとかは、仕事があるけちょっと遅うなるわ、まあ、遅うなるは言わんな、遅くなるわぐらいですかね。はい、こんな感じ。まあ、ネットで調べて、これ絶対言わんわってやつ言います。あがに言わんでもいいじゃろ。言わんわ。これは、おたまじゃくし。かわいいじゃろ。はい、次。次は、これね、こうやってね、写して。まあ、目打ちとか、これ彫刻刀でね、やったんですけどね、これ両面で着色してるからめちゃくちゃ見にくくて。まあ、だから、だからだって。じゃけ、マーカーとかで書いてもらってもいいかなって。はい、ハサミで切っていきます。一気に切らずにいろんな方向からプラ板が切れないように、割れないように気をつけてやっていくのがコツ。ね、むやみに引っ張らないとかね、それもコツですね。うん、切ってみると、うん、でもやっぱ形微妙かな。で、いっぱい作りました。いっぱい作ったんじゃけ、何々なんじゃけはまあ言うか。で、これ透明のやつをね切ったんですけど、これはコピック、イラスト用のマーカーコピックで着色していきます。これ弟のやつなんですよね。弟がね、中学生の時にね、買ったやつをそのままもらいました。はい。こう徐々に薄い色から塗っていって、ぼかしていってグラデーションを作っていきます。結構ムラがあるように見えても、焼いてしまったらあまり気にならないので、まあ、そこまで神経質に塗らない方がいいかなって。思います。意外とね、ムラね気にならないですよ。気にならんよ。キュキュキュ。このね、コピックのね音がね嫌いなんですよ。嫌いなんよ。広島弁シリーズ、今コピーしとるけちょっと待っとって。まあ言うけど可愛いかな。次はこれコピックじゃないですよね。これはパステルです。ヌーベルカレーパステルだったかなっていうパステルを使っています。こう指でしっかりとすり込んでいきます。まあ、グラデーションがね、しっかりある方がね、もみじっぽいよね。
邪剣って言うかな、邪剣はよう使いますよね。そう、この用とかね。この花ブチかわいいね。ブチとか言わんわ、言うんかな。はい、焼いていきます。はいはい、取り出していく。もうあの、あったかいうちに好きな形に曲げるなりしてもらったらと。あ、落ちた。まあ葉っぱだからこういう感じで、葉っぱじゃけこういう感じでちょっとこうまるっとね曲げてもらったらと。おー、なんかいい感じじゃない？これかわいいな。で、この何これ、なんて名前のパーツかちょっと私わからないんですけど、これにこうやって接着していきます。この色いいな。で、こっちはね、こういう風に組み合わせてなんか立体的にねしようかなって。面白いかな。ほんじゃねって他のとこでも言うんじゃないかな。ちなみに手袋めっちゃ蒸れてます。もうこれほんとね超蒸れて、夏、いやてかクーラーちゃんとしてるけど、めっちゃ蒸れてね、脱ぎたい。これレジンで今日はくっつけました。まあ、ただレジンはちょっとね接着力はあまりないので、接着剤、瞬間接着剤とかの方がいいかなって。ちょっと今日はこれ簡易的に作ってるから、ちょっとレジンでねくっつけていきました。面白い広島弁を絶対普段使わないけど、まあ、聞いたことあるかなっていうレベルだと、イゴイゴシンサンナ。イゴイゴって何ってね。これは子供がなんか落ち着いてない様子とか、なんかちょっとうろちょろするとか。うろちょろする、このイントネーション広島弁っぽいな。これね、今もみじがイゴイゴしてます。違うか、イゴイゴ安定悪いんですよこれね。安定悪はっ、めっちゃ今もう今必死、めっちゃ焦っとる。なんでかな、結構広島弁出てこないんですよね。YouTube ばっか見よる系かな、まあ、ちょいちょい広島弁出るよね。はい、まあ、くっついた。まあこれ仮でくっついてるから、本当になんか実用的に使うんだったら接着剤でも裏から留めます。まあ、これは仮で、まあ、とりあえずね仮で作ってる。ほら、めっちゃ手袋蒸れてる。手袋外したらもうびっちょびちょでした。はい、追加のレジンでさっきのパーツをくっつけていく。完成しました。これ
どうですかね。ちょっとね、浴衣とかいいんじゃないですかね。浴衣とかね、まあ洋服にもいいかな。まあまあまあいいんじゃないですかね。あ、立体的で、裏からはこんな感じ。うん、なんかまあまあまあ、黄色からね緑が透けていいんじゃないかなって。めっちゃいいじゃん。いいよこれ、誰かいらないかな。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。少しでも参考になるとか、まあ、ちょっと広島弁可愛いなって思ったとか、広島弁可愛くないなって思った、まあ、何かあれば高評価チャンネル登録お願いします。